はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カデさんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。皆さんね、父の日とか母の日とか敬老の日とか、まあ、これらに関係なく、まあ、誕生日だったりとかであると思うんですけど、そういうのはね、毎年毎年、まあ、自分の母親だったりばあちゃんだったりおじいちゃんだったり父親だったり、まあ自分の兄弟ですよね、兄弟の誕生日とか姪っ子の誕生日とかでやります。まあ一応母の日とかは毎年やるようにはしています。敬老の日も忘れなければやるようにしていますし、父の日はねもうやってないかな。まあ、送る人がいないので、亡くなってしまったので、まあ、送っても意味ないかなと思ったりするんですよね。で、まあ、甥っ子なん、甥っ子じゃないか。なんだっけ。めいっ子か。めいっ子とか弟の誕生日は、ほんと一刻までに送ったりとかします。たまにですよね、本当に。まあ、そういうのをやったりとかしていますけど、でも、うちの弟のところね、女の子2人だけなんですよ。で、やっぱり、うちの父親なんかは、男の子が欲しかったっていう部分が垣間見れる、まあ、話があって、これはね、母親じゃない。うちの父親の兄弟のおばさんが、まあ、そういえばねと、お前たちのお父さんはね、こういうことしてたんだよっていう話を聞いてて、で、そこのおばさん家はね、ちょっとお店をやってるんですよ。飲食店の方をやってて、で、そこの、3兄弟がいて、男、女、男って、まあ、私のいとこですね、いとこが男、女、男っていうような兄弟があって、で、まあ、それぞれ結婚してるのかな、で、子供もいてっていうことで、その、一番下の、いとこ、そのおばさんちのね、一番下のいとこっていうのは、私より2つぐらいして、上の、あれ、いとこで、まあ、子供もいて、男3人兄弟なんですよね。で、やっぱり女の子、うちのいと、ね、弟のところは女の子だけなんで、やっぱ男の子のもののミニカーとかっていうのを、まあ、うちの実家の方にあったんですよね。それはまあ、多分、そう、父親の方の趣味っていうのもあるだろうけど、それとは別になんかうちのそのおばさんの方のいとこの息子に、まあ自分から見たらなんだろう、まあまあね、甥っ子の子供っていうことでいろいろとね、こうそういう男の子が好きそうなものをあげていたりとかしてたらしいですね。だからそういう意味では、男の子が欲しかったのかなと。男の孫が欲しかったのかなっていうのはちょっと思いましたね。まあね、私がね、そういう孫が、産めなかったっていうのはちょっと残念かなと思いますね。まあ、旦那さんがね、子供が好きなのか嫌いなのかっていうのは分かんなかったりとかするし、まあもしかしたら嫌いなのかもしれない。だから、まあだからっていうわけじゃないけど、子供がいないしね。っていうのもありますけど、まあまあ、どうなんだろうね。
まあ、他の考えがあって、まあ、子供がいない、できないっていう部分もあるのかもしれませんけど、なんか話がそれちゃいましたね。ねえ、まあまあ、まあ、大したそのものじゃないです。そういう父の日とかね、母の日とか。まあ、前はね、物をあげてた。本当にそういう、焼き物のビアジョッキみたいなものを、焼き物っていうかな、そういうものがあって。たまたまそれがテレビかなんかでやっていたのを調べて、で、まあ、注文して送るっていうようなこともしてたし、まあ、最近はね、本当に花とケーキ、まあ、プリンとかね、そういうものがいいかなと。変にね、なんか残るものだと、まあ、さっきも言ったビアチョッキじゃないけど、そういうものを送られても困るかなと思って。まあ、最近はちょっと自分のものを身の回りのものをね、ちょっとずつこう、かたしているような感じもしている部分があったりとかしてて。まあね、そういう意味で、まあ、そういう、なんだろう、すぐ食べられて物がなくなるもの。まあ、花なんかもね、その1年、2年ぐらいで、まあね、なくなるって言ったら、ね、怒られるけど、ね、ずーっとこう、咲くような感じではないじゃん。だからね、まあそういうのでいいのかなとは思っております。皆さんどうでしょうか。もしね、よろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。